どうも、プテラタカハシです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。で、今日はね、何をやっていくかというと、こっちの方向にね、ちょっと行きたいんだけど、あ、ここね、ここ。ここに、クモスポナーがあって、そのスポナーのトラップをね、今日は作っていこうかなと思います。あそこだよね、多分。あそこにあるんで、そこのところにまで降りて、スポナーのね、トラップを作ろうかなと。結構糸が足りてなくて、まあ、ここにいっぱいあるんだけど、発射装置とかをね、結構使うことが増えてきて、糸が足りなくなってきたんでね。で、ここからね、糸回収できるとはいえ、やっぱ無限にね、永久的に糸が回収できた方が、きっと暮らしも豊かになるから、まあ、それを作っていこうかなと思います。よし。とりあえず、ま、回収 OK ね。ん？なんだ？別のとこにもいるのかな？いや、このスポナーから湧いたのかな？単純に。そうっぽい。かな。よしよし。え？このスポナーからこんなとこに湧いちゃうのかな？ここ暗いからね。別のスポナー？ってわけじゃなさそう。やめて。結構 HP が、毒が。毒が辛い。よし。ここのスポナーブロックを使って、早速トラップの方を作っていきましょう。どうしよっかな。何マスがいいんだろう。あんまり毒蜘蛛のトラップって作ったことないんだよね。下は2マスだったかな、これ。ちょうどいいのが。違うか。8、10、10マスのね、正方形を作っていこうか。ここが中心だとして、よいしょ。11でいいか。11マス。なら、こっち側に5マス、あっち側に5マスの11マスの正方形を作っていきます。1、2、3、4、5。ここだね。で、奥行きも、正方形でいいかな。1、2、3、4、5マス。こんな感じか。よし。で、天井、高さは、あれでいいかな。この上にマス。だから、ここも掘る。で、1、2って感じで。この天井の高さにしましょう。よし、じゃあ早速ちょっとブロック壊していきまーす。よし。これで一応、ここを中心として、1、2、3、4、5の、いやいや、説明中だから。説明中だからやめてくれ。暗いんだな。ちょっと待ってね。ここが、中心点として、ね。1、2、3、4、5。こっちに5マスと、1、2、3、4、5。こっちに5マス。で、真ん中が1あるから、11かける、こっちもね、1、2、3、4、5で中心があって、1、2、3、4、5。11かける11のね、一応フィールドが出来上がりました。まあ、こんだけあれば十分かなと思います。よいしょ。ね。11×11 のフィールドができましたら、ここがね、この雲たちが湧く層になるわけだから、まあ、ちょっと分かりやすいように少しね、囲い場作ってあげようか。ね。ここに雲を湧かすのよ。だから、周りのところはむしろ、これもう閉じないといけないね。完全に湧き潰しして、他のところにはもう湧かせないようにして、で、閉じてあげないといけない。はい。とりあえずこんな感じで、まあ大体閉じましたね。こっちだからとりあえず、あ、まだ閉じてない、あ、閉じてないけど。で、そしたらここをさらに削って、この雲がね、自動的に死ぬような装置を作っていきます。どっちに流そうかな。こっち側に水を垂らして、こっち側に流れてくるようにしよっか。で、1、2、3、4、5、6、7、8。水って8マス流れるから、ここを削ろうか。で、ここに水を流すから、パラーって流して、1、2、3、4、5、6、7。で、8マス流れるから、ここからもう一段下げてあげて、こういう感じかな。
はい、戻ってきました。ちょっとね、いろいろ持ってきたんだけど、まずちょっと水チェックから入ろうかな。水チェック。ちゃんとうまくいってるかどうか。こうやって流したときに、あ、そうだよね。ここでぴったり止まるよね。オッケーオッケーオッケー。これで OK だね。そしたらこっち側から流すと、真ん中落ちて、あー、いいね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 。こういう感じで、で、ここに水が流れて、ここで雲が、ね、回収されるっていう、そういうことだね。オッケーオッケー。できてる。まあいいや。とりあえず置いてみよう。ここにチェストを置いて、で、ここで、雲を倒せばいいんだよ。つまり、ここにホッパーを一回。これ、何かを参考にしてこう作ってないから、結構、手間取るかも。作成まで。気湧いた？うわ、湧いてるー。ここで殺すことができれば、こうやってやって、待て、それは違う、それは違うぞ。ちょっと、今作ってるから待ってよ。相手してあげられない。こうでしょ？こうすることによって、あ、こうなるのね。こうなるから、で、多分あれだよね、敵ってこう水に流されると浮力でぴょんぴょん飛ぶんだよね。つまりでマグマを流して、難しいな。ちょっといろいろ試してみたんですけど、あんまりうまくいかなかったんだよね。で、ちょっといろいろ調べたら、マグマブロックを使った、回収機構がめっちゃいいらしいんで、ちょっとそれを試してみようかなというふうに思います。マグマブロックをちょっと持ってくるね。今ね、鉄格子とマグマでなんかいい感じにできるかなと思ってやってみたんだけど、多分できるんだけど、ちょっと僕のね、発想力が、至らなくて、あんまうまくいかなかったんで、ちょっと参考にしたやつを見ながら、マグマブロックとホッパー付きトロッコを使ってやってみましょう。こんな感じで掘って、結構深めにね、4マスぐらい掘ったら、ここにね、回収装置場を作るとすると、こんな感じか。で、ちょっと置いていこうか。まあ、こう置いて、ホッパーを、こういう感じで、全体にね、ホッパーをこうやって行き渡らせたら、ここの上にレールを敷くんだって、レールを。ポンポンポン、ポンポンポン、ポンポンポン。ね。で、この上にさらにホッパーを、ホッパー付きトロッコを全体に敷き詰めてあげると。こうだね。こんな感じで、9マス分全部、ホッパー付きトロッコで埋めていく。よいしょ。ね。これで、この上にマグマブロックを置いて、で、ここのマグマブロックの上に水源を置くのかな。それで一応できるみたい。で、マグマブロックって、こうやって触れると、触れた瞬間ダメージがあるから、この習性をね、使って雲を燃やすっていう感じかな。これで全てのマスが水源になったから、大丈夫だと思う。で、こう下に座れて死ぬんだね、雲がね。よし。そしたら、ここの水、流していこう。もう気候自体は完成だから、あとは水を流すだけだね。その前にこの悪しき雲がこう死ぬ様が見えるようにね。ちょっと明かりが増えちゃって脇が悪くなっちゃうかもしれないが、やっぱ雲が死んでいく様をね、まあ、見ないとやっぱ面白くないよね。で、ちょっとここでさ、まあ、今、
簡単にね、この雲が雲を見ながら殺せるような機構を作ったんだけど、ここでちゃんとアイテムホッパーに回収されるかな。これこうやって適当に投げて、入ってないと困るこれ。あ、入ってるか。オッケー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 、入ったね今ね。ガラス16個投げたからポンポンポン4個投げた。入ってるかな。あ、入ってる入ってる。よし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 、できたできた。で、あとはじゃあ水を流すだけか。ここ壊して急いでね、回収装置のところに行かないと自分も食らっちゃうから、ちょっと体力全開しておいて、で装備を変えといて、よしこれで準備万全。まずはサイドのここを壊して、あ、もう湧いちゃった。早い、湧きが早い、やばい。で水を、いてー、早い早い早い、ちょっと待って、思ったより早い。あ、これやばいな、一回逃げよう。ふう、ちょっと待って、まずい。よしよし、一回逃げよう。無理はしない。よし。無理はしない。よし。そこに水を流して、終わりだからね。はい。いけ。よし。で、ここ壊して、どうだ？行ったか？で、流れて、沈められて、あ、行ってるね。あ、待って、でも上に登られちゃってる？上に登られちゃってるね。あ、逆らってるよ。ものすごい湧いてる。けど登ってこられちゃうね。まあ多少はいいか。うん、糸くずは入るようになったね。ここマグマブロックにしちゃえばいいんじゃね。ひょえー、安易に開けてしまった。これでどうよ。これで触ったら、マグマブロックって横から触ってもダメージない？もしかして。でもまあ定期的に落ちるんだね、雲って。勝手に落ちるからそこまでいいかな。これでうまくいってるし。なんかめっちゃこびりついてきやがるこいつら。皆さんね、ちょっとこれが効率よく全員完全にしばけるような、まあ、そんなちょっとアイディアがあったらぜひコメントで教えていただきたいですね。なんかちょっとこう浮いてきやがるからさね、こう湧いて流れる。でもこれガラスってこっちのこと認識しないんだね。で流れてって、こう吸われてコウモリちゃんが邪魔だな。で死んでいくとね。一応気候自体はできたから、ちょこれでもう糸52個も集まった。ちょ一回や運用していきますね。はい、というわけでね、まあ 95% ぐらいの雲をしばける洞窟雲処理装置をね完成しました。皆さんよかったらね、コメントでこうやったら良くなりますよとかね、あったら教えてください。最後ね、影モッド、スポナーの影モッド初めて見るんで、ちょっとやってみましょうか。さあ、ドン。おー、水が美しい。水が、あ、なんだ？光。
ガラスのあれか反射か。変な光があるね。へえ。で雲が死んでいく様はこう変わらないと。あ、でもマグマキューブがちょっとだけ美しく見えるな。ね、ここで溶けていって死んでいくと。で死んでいったものはここに入ってくるっていうね、そういう装置が完成しました。いや、よかったよかった。これでね、あの発射装置、結構発射装置の数に困ってたんだけど、それに困ることはなさそうだなと思います。じゃあね、あのよかったら皆さんコメント等で、この雲トラップのね完全 100% を上に登らせない方法とかあればぜひ教えてください。というわけで、じゃあ今回はこれでね終わろうかなと思います。皆さんよかったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。